この活動をご理解いただいている企業様や個人の方々からいらなくなってしまった食品等をいただいて待っている方に無償でお配りしている活動をしております。やはりこの活動によって困っている方々、食品をこう手にすることができない方が食品を喜んで持って帰っていただけること、またその活動に対して多くの仲間が賛同してくれて一緒に活動してくれること、そういったことがやりがいとなっています。食品は、たくさん集まってくることもあるんですけれども、その食品を実際保管しておく場所であったり、そういったものがないときは、事務所の中が本当食品であふれかえってしまったりすること、そういったこともあるんですが、その一方で食品が全然集まらなくて、いざ配ろうと思っても、配る食品がないといった形で、食品を実際購入しているわけではないので、供給量にすごいこう不安定さがあるというところで、かといって出ていく量はある一定もしくは減るということがないので、そういったバランス取りがすごく大変になっております。このまま活動していなければ捨てられてしまっていた食品というのも本当にたくさんあると思います。そういったものがやはりもう一度人の口に入るものとなって巡っているというのは一つ大きなやりがいになっています。あとはやっぱりお子様ですね。普段お菓子とか食べられないようなお子様がお菓子をもらった時に見せてくれる笑顔とか、そういったものはすごくやりがいになります。と、食品のを寄付いただいてそれを無償でお配りするというのを定期的にかつすごく継続的に行われている団体というのは全国でもそれほどまだ多くはないと思います。そんな中、この平塚市内で、かれこれ5年近くこの活動をずっと続けられてきているというのは、皆様のご理解とまた活動を共に参加してくれる方々がいてこそだと思いますので、そういった活動ができているというのは一つうちの団体の PR になるのかなと思います。またこれを利用してくださる方々と恥ずかしがらずに我々の方にこう接してきてくださって、また支援を求めてくださる、そういう方がいるというのも一つうちの団体のアピールになるのかなと思います。現状やはり平塚市に限られたことではないかもしれませんが、全国的に見てもやはり食品ロス、名前は聞くんですけれども、実際それを食料支援につなげようという活動は困っている方の規模に比べるとまだまだ少ないです。そんな中、平塚では5年前からこの活動を始めておりますので、今後もそういった形で先駆けてどんどん本当市内で困っている方がいなくなるように皆さんで協力して活動ができたらいいなと思います。また平塚市にもよりこの活動に興味を持っていただいて、共にに活動していただけたらなと思っております。我々食品を支援する団体というのは、活動を途切れさせてしまうことというのが一つ最大良くない点になると思います。困っている方というのは常にやはり困っていて、また食品というのが今月あげたから来月いいやというものではないので、今後もやはり継続して途切れることなく活動を進めていきたいと思っております。1、2、11、12